エクスカリバーは王の器を測る天秤である。その器に足ると思う者は剣の柄を握るがよい。王の器の証明とともにブリテンの命運はその腕に託されるであろう。剣の試練に挑戦する前に、まずは3つの勢力からお主の心情と合致する勢力を選ぶがいい。そしてお主の名前を教えてはくれまいか。行きます。貴様こそが真の王となるのだ。やめるのか？行くぞ！あなた様が真の王です。やめてしまうのですか？行くわよ。あなたこそが真の王よ。やめてしまうの？決定ですね。データ受信中です。少々お待ちください。せっかちな方は嫌われますよ。本当に抜いちゃいました。ということはやはり。ふむ、こんなもので良いのか。はいはい、それはもう間違いありません。あなた様こそがブリテンを滑る竜の王。983067番目にエクスカリバーを抜いたアーサー様です。なんだ、今おかしな記憶の空白が。今そなたは何と言ったのだ。はあ、ですからあなた様こそが983067番目にエクスカリバーを抜いたと。なんじゃ、まだそんなご挨拶で頓着しておったのか。マリンよ、何かがおかしい。エクスカリバーとはそんなにスポスポ抜けて良いものではないだろう。じゃが一本でなければならないというルールも特にない。あの剣は王の器を測る天秤じゃが、適合者が現に複数いるのじゃから仕方がないじゃろう。それにしたって多すぎる。それよりも
り手の王を決める儀式を、それよりもとはどういう了見だ。とはいえ、ブリテンの守護者となったからにはやらねばならぬことがある、外敵のお待ちかねじゃ。必要になるから先に渡しておく。これが円卓模型じゃ。なんだこの小さな。騎士の力を使うためのもの。カードをセットして使用するのじゃ。騎士カードは強いものから順にセットされます。後で自分で編集することも可能ですよ。必要になるとは？来ているのじゃよ、外敵が。キャメロット近辺、南方の海から多数の外敵が上陸しようとしています。至急海岸線へ向かい、上陸しようとする外敵の排除をお願いします。外敵の戦力は極めて強力じゃ。あれがブリテンの中へ放たれれば、民衆などひとたまりもないじゃ。彼らを守るためにも海岸線は必ず死守してください。よろしくお願いします。先代の王ウーサーは偉大な傑物だった。しかしその王はもういない。ウーサーの消失により一つにまとまりかけていたブリテンは再び乱世の時代へと突入した。これを好機と見た者がいる。今までウーサーに押し返されていたもの、海の向こうの大陸に居を構える巨大勢力、いわゆる外敵である。またうじゃうじゃと。ここから押し返せるか。普通にやれば難しい。だが忘れたか、お主はあのエクスカリバーを抜いた王なのだ。王には王の戦いが。なんとか押し返したか。それにしても周りにいるのはみんなエクスカリバーを抜いたのか。その頂点に立たねば真の王にはなれぬ。精進するのは当然じゃが、その前にまず生き残れ。次が来るぞ。このエクスカリバーなら、あの外敵を。
本当に押し返すことが。南方の海上より強力な反応があります。おそらくはドラゴンです。魔力の数値から算出して二等級伏せてください。私たちはエクスカリバーを抜いたのだぞ。それがどうして。二等級ドラゴンより反応あり。来ます。なんだ。引き返していくようじゃな。あれだけ巨大なドラゴンじゃ手なずける側も苦労をさせられるのじゃろう。暴走して自軍をなぎ払われても困るじゃろうしな。あれが私たちが戦う敵、外敵。外敵は海岸線から撤退しました。ご苦労様です。味方の犠牲も少なくありませんでしたが、最悪の事態だけは避けられたと言えるでしょう。アーサー様もしばしのご休息を。以上です。先ほどの戦闘でレベルアップしたようですね。ステータスを強化して次の戦いに備えましょう。バトルで強い騎士をいっぱい出せるようにするにはバトルコストを増やせばいいんですよ。覚えておいてくださいね。さっきの外敵との戦い、なんとか撤退まで持ちこたえさせましたが、危ういところでしたね。巨人でも苦しいが、ドラゴンは格が違う。外敵一番の脅威とも言えるじゃろう。しかし、それにそのためにも戦力の増強は急務中の急務。ブリテンの各地を探索し、より強い騎士を探し出すのじゃ。騎士は宮殿にいるものではないのか。さあな。通常多数の騎士は円卓というシステムに組み込まれて動くものじゃ。しかし稀にシステムを無視した騎士も現れる。独立したエラーを抱えているのか、あるいは王の中の誰かが他の王を強化する目的でばらまいているのか。思惑はどうあれ、利用しない手はありません。強い騎士を探せと言われても一体どうすればよいのか。右上をご覧ください。進むボタンがありますよね。このボタンを押すことで秘境の奥へと進むことができます。では早速ですが押してみましょう。そうそう、その調子です。どんどん探索していきましょう。きっと強い騎士に巡る。さあどんどん進んじゃいましょう。
他のアーサー王候補たちが向こうからやってきましたね。他のアーサーとフレンドになっておくと何かと助け合えて有利になりますよ。さらに他のアーサー王候補と出会うと絆ポイントもゲットできるんですよ。さあさあ先に行きましょう。騎士を仲間にしましたよ。この調子で騎士を探してもっと仲間にしていきましょう。これでエリア1を攻略しましたね。うん、戦力も増えてきたな。まだまだ、次のエリアも攻略しますよ。これでエリア2も攻略です。おや、この秘境は次のエリアで最後みたいですよ。この秘境を守る騎士が現れました。これはなかなか強そうな騎士です。さあアーサー様、王たる力を示してください。もしかしたら仲間に引き入れることができるかもしれませんよ。またレベルアップしたみたいですね。この前の外敵とのバトルではレベルアップした際にバトルコストに振り分けましたよね。覚えていますか？今度はガンガン探索できるようにアクションポイントにポイントを振り分けてみましょう。やった！勝ちましたね。さすがアーサー様。倒した騎士が仲間になりましたよ。さすが秘境を守る騎士だな。
倒した騎士から絆ポイントがもらえました。絆ポイントを貯めることで騎士を生み出すことができるんですよ。騎士を生み出す。さあ、次は騎士を生む湖へ参りましょう。これが騎士を生み出す装置です。湖にあるので湖の装置と呼ばれています。ところで、騎士を生み出すとはどういうことなのだ？まずはご自身の目で見てみるのがいいですね。さっきゲットした絆ポイントを使って騎士を生成してみましょう。ほら、ここを押してみてください。これはいい騎士ができましたね。なんだと？騎士を生み出すだと？ところで、今生成したこの騎士は他の騎士と合成することで進化できる騎士のようです。進化だと？早速、進化合成をお見せしますね。まずは進化合成です。さあ、アーサー様、先ほど仲間になった騎士を選択してみてください。この騎士と合成すると進化できるみたいです。騎士に進化しましたね。こんな感じでたまに進化可能な騎士が出てくるので、こまめにチェックするといいですよ。騎士とは一体何なのだ？騎士を強くするのは進化合成だけではありません。今度はレベルを上げる強化合成をしてみましょう。では強化させたい騎士を選びましょう。続いて強化させるために必要な素材を選んでください。それでは強化を開始します。これで騎士カードのレベルが上がりました。こうやってどんどん強くしていきましょう。知っての通り、王と騎士の社会では交渉や問題解決に決闘を用いる。ブリテンの王を目指すのならその作法は必修です。他の王の候補と戦い学んでください。他のアーサーとバトルして我がアーサー様の王たる証を示すのです。今ご覧いただいているのが戦いに挑むことのできる相手の一覧です。今回は私が用意した対戦相手と戦ってみましょう。Wow.
か落としたみたいですね。これは因子のかけらですね。これと別の形の因子を8個、計9個集めるととっても強力な騎士が手に入りますよ。バトルの要は円卓模型にセットする騎士にあります。因子のかけらで強力な騎士を手に入れて他のアーサーたちと差をつけましょう。今のバトルでまたまたレベルが上がりましたよ。今度は好きな方にポイントを割り振ってみてください。探索にいっぱい行けるようにするか、バトルで強い騎士をいっぱい出せるようにするかはアーサー様次第です。アーサー、お主には暫定的な王の職務として一つの町を治めてもらう。精進し強さを身につけてゆけば、おのずとお主を慕う民が集い、町はより大きく発展していくことじゃろう。バトルで因子を集めるのもよいが、最初は探索に行って戦力となるカードを揃えるべきじゃろう。それではアーサー様、一緒にブリテン統一を目指して頑張っていきましょう。微力ながら私も協力させていただきます。何やら難しい話もあったが、いいだろう。私が王となってこの国を守ろう。森の中でブレイバリー
参りましょう。アーサー様。